I'm surprised how long this quest is. Like, the other two parts of Sumeru's questline seem very, very short in comparison. Like, this one feels like it's like 4 hours long, maybe 3 hours. I'm not too sure. But it is so damn long if you let everything play through like I do. If you were to skip everything, then it could probably be an hour, 2 hours, maybe. But god damn. Why am I holding my head? ここに来た人たちみんなスメールを救ってくれたあなたたちにお礼を言ってほしいって頼んでたよ。英雄って思われるのも嬉しいもんだな。この感覚なかなか悪くない。ボディーガードも英雄の仕事よ。リシアは元からすごいんだから。お嬢様は口がお上手ですね。ありがとうございます。嬉しいですよ。偉大な計画に参加した方々に会えて私も嬉しいわ。気にするな。今思い返すとオイラたちってあんなすごいことをやってのけたんだな。本当に不思議だ。運と実力が半々といったところか。そうか。私の記憶だと最初は運が味方してくれずに成功率が低いとみんな思ってただろう。俺の記憶でもそうだな。偶然集うのも運、チームを組んだのも運、計画を定め順調に進んだのもなおのこと運によるものだ。それに結果から見れば状況もとても悪くないものだった。そうだね。みんな大事な時に自分の役割をきちんとやり遂げてたもの。公演と同じように私たちは一人一人舞台に上がって最高のパフォーマンスをしたんだと思う。誰もが重要な存在だった。私たちみんなの力でパフォーマンスが無事に幕を閉じたんだよ。じゃあオイラたちも優秀な役者ってことか。 There's one more talent than there are. ヘラクサナリデビ様が強霊院の実権を握る立場にまた戻れて本当によかったよ。そうね。たとえどれだけ見捨てられ冷遇されようとも、これでやっと戻ってこられたんだもの。ええ、クラクサナリデビ様はかつて災いの中で全ての力を使い果たし過去の記憶と知恵をなくしたの。そのせいで教練員からも見捨てられ。おお、This is where the history changes. これは誰もが知っているようなことだと思うけど、どうしてそんな驚いた表情を。 They don't remember Ruka Devada, that's why. Ruka Devada is truly gone. 間違ってない。ならよかった。どうかしたのか。そうだぞ。なんでそんな表情になってるんだよ。お前も知ってるのにわざわざ聞くなんて。そうだ。ここに関係者が二人いるが、これだけは言わせてもらうぜ。あの賢者たちは本当に身の程を知らない。500年前、クラクサナリデビの力を使い果たしたのはスメールの民のためだったんだぜ。それなのにあいつらは何をした。
that maybe Zhongli. There's a whole theory that like Zhongli may not be from Tibet. That he may be a descender. そうだろ、セノ。俺が言うべきことではないかもしれないが、クラクサナリデビ様にあのような仕打ちをした奴らは、今よりももっと重い罰を受けるべきだ。アザールとその一味にさらなる罰を与えたいと、君からクラクサナリデビ様に進言したらどうだ。俺はクラクサナリデビ様の決定を尊重している。いかなる形でも干渉する気はない。お前こそ、どうして教令員の誘いに乗って大賢者にならなかった。まさか俺が賢者に向いているとでも言うつもりか。いや、ただ今のスメールにおいてお前が最も教令員を率いるのにふさわしい人物だと人事選考の担当者が言っていた。なんでだ、こいつがアザールを失脚させたからか。言い方を変えてくれるか。本来はいいことであるのに、それではまるで俺が自分の私欲のためにアザールを失脚させたようになっている。でも正直、あんたがこの一件に加わったのは多かれ少なかれ市場が入ってたと私は思ってるぜ。市場は確かにあった。だが賢者の席とは無関係だ。国全体の規則がああいったものによって破壊されれば、何もかもがおかしくなってしまう。俺はただ奴らの夢のせいで俺の生活を狂わされることを望んでいなかっただけだ。あんたの生活って書記官として教令員で仕事することか。ああ。え、それだけのために？オイラたちの仲間になってあんな大それた計画をやったのはそれだけのためだったのかよ。それだけで理由は十分なはずだ。個性的なのね。それほどでもない。そうだ、あんたはどうなんだ。もう大マハマトラに戻ったのか。ああ。毎日楽しく過ごせてる？どちらとも言えないな。だが今はやるべきことがたくさんある。たとえそうだとしてもできるだけ楽しい方がいいと思うよ。ほら、私みたいに毎日たくさん笑ってみるとか。ありがとう、覚えておこう。これほど賑やかな宴に来るのは滅多にないことだ。だが雰囲気は悪くない。いや、今日この集まりには特別な意味がある。グランドバザールが賑わっているのはここの人たちが心の底から嬉しいと感じているからだ。教令員の慌ただしさから来るものとはまるで違う。勉学しか頭にない奴らにこんな表情はできないさ。うん。鍵を一つ多く持って出かけてしまったようだ。まあいい、構わん。He took Kaveh's key. お嬢様、あっちのお肉がすごく美味しいですよ。もう食べましたか？ええ、それと果物も少し食べたけど、とても甘くて美味しかったわ。グランドバザールって本当に身も心も休まるいいところね。通りでみんなここにいるのが好きになるわけだわ。そうですね。あ、あんたも来たか。ニーローがあなたたちも呼んでくれて本当に良かったわ。そのおかげ。おいおい、お二人さん。It's like the fifth time I've done that by accident。パーッと食って飲もうじゃないか。宴はとことん楽しむべきだぜ。Have a bad habit of pushing buttons. ここは雰囲気も。I'm taller than you, small boy. What you gonna do? あ、think I'm on a ledge. めったにないが、悪くない。近頃は忙しくてな。そうでなかったら、お前たちを連れて回ることもできたんだが。仲間なんだ。気にすることはない。この宴は悪くない。気に入った。Like, so you know, he's gonna duel us and... あ、来たんだね。どう？今日の宴は楽しんでる？何か足りないところがあったら言ってね。すぐに改善するから。
ならよかった。こんなにたくさんのすごい人が一堂に会するのは初めて見たよ。だから私も緊張してたんだ。ほら、一人一人それぞれの物語を持っているでしょ。それがみんなこうしてここに集まれるなんて、まるで童話みたいに不思議だね。今夜はいっぱい食べて楽しんでね。あなたに嬉しく思ってもらえたら私もすごく嬉しいから。Oh, yes. 彼女にそう思ってもらえるなんてとても光栄だよ。今度機会があったら。I like how at least Mahoyo remembers some things. なんだか私とても気分が良くなってきちゃった。ありがとう。Am I dozing off? Oi, what happened? My head is shaking. Starting to feel a little sleepy. Oi, oi, don't sleep in this place. I'll find some good food. If I eat it, I'll definitely wake up. Of course, I'm a hunter. Just wait here.私よ。ナイス。ええ、私のわがままのせいね。あなたと話がしたいと思っていたら、ついあなたと接続してしまっていたの。私たちの関係はまるで鶴草とその後ろにある壁みたい。本当に不思議だわ。今日グランドバザールで盛大な祝賀会が開かれてるって聞いたから見に来たくなってね。抜け出してきたの。最近はあの件の後処理に追われてるから本当に時間がなくて。あなたには本当にたくさん助けてもらったけれど、もう一つだけお願いしたいの。私に代わってみんなにお礼を言ってもらえるかしら。このお願いは迷惑だったかしら。でも私がいきなり現れたらみんなかしこまってしまわないかしら。もし参加者の誰かを驚かせてしまって、せっかくの楽しい宴を台無しにしてしまったら、私の本意に反する結果になってしまうわ。その、少し考えさせて。わかったわ。ええ、決めたわ。自分でみんなに礼を言うのを勧めたのはあなたでしょ。だから少しあなたの体を借りることにしたわ。悪く思わないでちょうだい。鶴草だって壁を伝って。 Pretty sure、Nahida doesn't know a thing about boundaries, it seems like. shit.みんな目が覚めたのか。ちょうど食べ物を取りに行こうと思ってたところだ。私よ。その声、ナヒーダ。なんだなんだ、どういうことだ。まさか
グランドバザールでクラクサ・ナリレビ様の意識と対話できるとは面白い。これも宴の余興の一つか。いやいや、絶対違うの。あなたは本当にクラクサ・ナリレビ様ですか。こんにちは、ニーロ。私のことを知ってるのですか。ええ、あなたたちのことは全員知っているわよ。ニーロ、アルハイゼン、セネ、ディシア、パイモン、それからドニアザード。クラクサ・ナリデビ様。こうして勝手に旅人の体を借りたのは、直接みんなにお礼を言いたかったからよ。身の安全を顧みず、教令員、賢者、博士、残響、さらにはスメール全体をも敵に回すリスクを冒してまで私を救ってくれて本当にありがとう。もしも今回あなたたちがいなかったら、もしも誰か一人でも欠けていたとしたら、私は今よりもずっと大きな苦境に立たされていたでしょう。私だけでなく、スメール、そしてテイワット全土がさらに深刻な不幸に見舞われていたかもしれない。あなたたちのことを人々は神を救った英雄と呼んでいるけれど、私はその言葉がとても好きよ。あなたたちの身分を説明しているだけでなく、あなたたちと私の関係も記録しているもの。私の心からの感謝をどうか受け取ってちょうだい。クラクサ・ナリデビ様はスメールのためにたくさんのことをしてくれました。それに比べて私はあなた様のために何かできたことなどありません。そんなことを言わないでください。ドニア・ザード、あなたの受けた病は私のそばに付き添い、私のために祈ってくれた証よ。本当にありがとう。こんなにも仰々しくしていただく必要はありません。もとよりあなた様を守ることが俺の責務ですので。教令員と宗神様の関係は元からこうあるべきだったものだ。我々は当然のことを行い、間違いを正したまで。そうだな、神なのにそんな謙虚だなんて、そんなに気を使わなくてもいいと思うぜ。この計画に参加できて私とても光栄です。あなたに捧げた踊りを気に入っていただけたら嬉しいです。ありがとう、みんな。本当に感謝しているわ。昨日はぐっすり眠れたか？ I think I slept all right. ナヒーラがいなくなった後も結構たくさん食べてたよな。お前も食ってる。つまり食いしん坊の分野ではオイラがお前の先生ってことだな。よし、目が覚めたことだし、ナヒーラに Then again, she has the name of a king of hell, so I mean... 何か質問があるならナヒーラに聞いてみようぜ。ナヒーラ、こんにちは。昨晩は本当に楽しかった。まるで今も水面の上を漂うろうそくのように、幸福と愉悦の中に浸っているようだわ。オイラたちもだぞ。それでお前と話がしたくて来たんだ。そう、何か知りたいことでもあるの？あの件以降、アーカー社は元のようには運行しなくなったわ。総合的に判断した結果、
アーカーシャを止めることにしたの。でもこれは決して悪いことではない。もともとアーカーシャの運行は止めるつもりだったから。アーカーシャによって知識を管理することは、もとより人々の好奇心を制限し、可能性を消し去ってしまう。これはスメールにとって良くないと私は思うの。今はまだアーカーシャを失ったことに違和感を覚える人々も。Curiosity is the best way to know knowledge. すぐに今の生活の方が良くて、彼らにとってふさわしいと気づけるはずよ。そして、スメールの今後についてだけど、私は再び教令院の実権を握ろうと思うの。元いた賢者はすでに受けるべき罰を受けた。そして新たな賢者はまだ選出されていない。この件は私が直々に監督するわ。新たな世代の六大賢者にはより学術の方面に長けていてほしいわね。今のスメールにはそういったリーダーが必要だから。それからキングデシェレトの民と砂漠区域の住民たちはこれまで長いこと不当な待遇を受けてきた。もうすでにこれについては対応を進めているわ。何を再建するにも時間は必要だけど、文化、友情、信頼、これらすべてこの先きっと再び得られると思う。博士のせいであなたが眠った後、何が起こったのか知りたいのね。その通りよ。第3位とそれより上のファデュイ執行官は神にも匹敵する実力を持っているわ。あの状況では私は彼の相手にならなかった。でも形勢は劣っていたけれど、博士と対等の取引ができたの。あなたも覚えているでしょ。あなたの運命を変えた天理を。事実、天理は500年前のカーン・ルイヤの災い以降、今の今まで沈黙を保っている。だからそれを利用して博士を脅したの。もしも私がこの神の心を破壊すれば天理を呼び覚ますかもしれないってね。ただの憶測に過ぎなかったけど、彼を抑えることに成功したわ。法則に関わるようなレベルの破壊を天理も黙って見過ごすわけがないから。私が神の心で何を交換したかについてだけど、博士に対する罰、そして知恵の神である私でさえ断れないような知識よ。彼はずっと意識を失ったままなの。だから羽毛を一枚隠すように彼のことを隠しておいたわ。あなたが彼のことを不安視するのはわかるけれど、かつて神になった彼の体にはとても有用な特質がいくつか残ったの。心配しないで。彼が悪さをしないよう私が見張っておくから。それから彼の体にはいくつか謎があるわ。私の視点から見るとはっきりしているけれど、彼自身にはかえってわからないみたい。これから先のことは彼の運次第ね。あそこに行くのね。正義の国フォンテーヌ。私が知っている限りではあの国の運営は正義に関する審判のシステムの上に成り立っているわ。そいつらの神が民を審判するのか？いいえ、フォンテーヌには最高審判官が一人いるの。一般的には神であるフォカロルスが直々に審判に参加することはないわ。でも全ての審判においてフォカロルスが欠席することはほぼ皆無。彼女はただあの雰囲気に酔いしれているだけのようね。そして神は、I like to see Yanfei go to Fontaine. 最終判決に影響を与える権利を残しているわ。とにかく、Just for the whole court stuff. 非常に個性的な神よ。本当に？
まだ一つ聞いていないことがあるんじゃないかしら。え？それってあなたのお兄さんについてよ。あなたが休養していたここ数日、世界樹の中からあなたのお兄さんについての情報を探してみたの。There shouldn't be any information. そうだな。世界樹にあるのはテイワット大陸にあるすべての情報と記憶だろ。こいつとこいつのお兄さんは例外なんじゃないか。あなたについてはその通りよ。確かに世界樹にはあなたについての情報が全くなかったわ。でもあなたの探しているあの血縁者はあなたとは違うみたいなの。この世界は確かに彼についての情報を記録しているわ。なんだって？言い換えると彼はこの世界の人間なのかもしれないわね。それはおかしいぞ。お前ら二人ともテイワット大陸に来たのは初めてだろ。私の触れられる記録の中ではあなたの血縁者は突如としてカーンルイヤに現れたの。カーンルイヤの災いの後、彼はテイワット各国を巡る旅に出た。でも彼の旅が終わりに近づいた時、世界樹にある彼についての記録がいきなりぼやけたの。ぼやけた？何かに遭遇したのかな。確かなのは、誰かが何らかの理由で意図的に彼の運命を隠しているということよ。そしてそれができる者は並外れた力を持っているに違いない。でもこの情報からじゃ、なんでこいつの血縁者がこの世界の人なのかを説明できないな。一つ特筆すべき点があるわ。私の知る限り、カディの情報システムにおいても彼らはあなたの血縁者を降臨者の範疇には含めていないということよ。降臨者ってなんだ？そんな概念初めて聞いたぞ。私が神の心でファディと一体何の情報を交換したか、あなたも気になるはずよね。その中の非常に重要な一部こそこの世界の降臨者、この世界に属さない外来的存在のことよ。旅人、あなたはテイワットの第四降臨者なの。 There's three before us, and one of them is the Heavenly Principles. The other one's Alice.And it's speculated that the second one may be Zhongli. Alice, we know for sure, does not come from Divide. とんでもない情報をいっぱい聞いた気がするぞ。でもこれら情報を教えてもあなたたちの抱える全ての疑問を解くことはできないのでしょう。知恵の神として恥ずかしい限りね。私も数々の疑問が心に残っていて、時間をかけて整理する必要があるわ。ええ、もう少ししたらあなたも出発してスメールを離れるのよね。私はあなたを待ち構えている運命にとても興味があるわ。観測されることができず、この世界に記録されることもない旅。前に運命は究極の知識だと言ったけど、あなたの未来は究極の運命ね。お前に出会えてよかったぜ、ナヒーダ。私こそあなたたちが来てくれたことに心から感謝しないと。さて、とりあえずお話はここまでにしましょう。今後また私に会いたくなったら、その時はあなたたちの夢に現れるかもしれない。It's interesting how both Venti and Nihita are very similar.